こんにちは、りょうこばあばです。前回ですね、こちらのあのかぼちゃの置物なんですけど、これは試作なんですよね。 もっとねこう大きく作りたいんですけど、今ここにねあのこれより大きくなるようにあの目数を振らして今編んでるんですけど、この糸がねあの帯があったんですよね。これはねあの多分雑貨ストアさんで買ってたと思うんですけど、サマーマーブルっていう糸なんですよね。綿が 50%、 ビニロンが 50%、 25g で 128m あるんです。でかぎ針が、2号から6号、こんな感じでね、あの中の方に芯はね抜いてから中の方にこれをね入れ込んでたんですよね。でこの糸はあの結構色違い、 水色系とかあのパープル系とかこのオレンジ系とかピンク系とかねまとめて買ってたんですよ。それでなかなかねこう使い道なくて、少しずつはね使ってたんですけど、まだねあったからちょっともうねもったいないからね使わないと。それで1本ではねあのちょっと細いんですよね。1本でかぎ針が2号から6号って書いてあるんですけど、今こう2本取りで編んでるんですよ。2本取りで編んでかぎ針をこの7号で、あの、緩く編んでるんですよ。で、私がちょっと手がきついもんだから、意識して緩めにね、今編んでるんですけど、この目数が22目あるんですよね。22目をずっとこう、うね編みで編んで、まだまだね、この倍ぐらいは編むんですけど、22目で幅がだいたい12センチほどあります。これでですね15目、この目数を15目だから15目だから、1、2、3、4、5、だいたい10センチぐらいなんですよね。10センチぐらいで、幅が10センチぐらいでこの大きさなんですよね。この大きさがですね、出来上がりの高さが4センチ、高さが4センチ、幅が5.5、幅が 5.5 センチぐらい、5センチぐらいかな、もうちょっとあるかな、幅が 5.5 センチぐらいあるんですよね。で針山にするにはこれちょっとちっちゃいかなと思って、もっとねもう少しこう一回りこう大きいのをね編もうかなと思って今編んでるんですけど、こう22目目数を作ってずっとうね編みでずっと今編んでるんですけどね。これをあとどのくらいですかね、あと倍は編みたいんですよね。13センチ、だいたい26センチぐらいまでは編みたいんですよね。それで、端々を合わせてまつって、あの上と下をねこんな感じで中に入れ込んで綿を詰めてね仕上げようかなと思ってるんですけど、もう少しこう編んできます。うね編みだから向こう側の糸だけを細編みしていくんですよ。一目立ち上がって向こう側だけを細編み、こう2本向こうとこっちとあるから
向こう側だけ。細編みはね、ここからこう刺して両方刺して細編みするんですけど、うね編みだから向こう側だけ。向こう側だけこうすくってね、細編みをします。こんな感じでね。そしたらこう筋がね、うね編みだからこう筋ができるので、ちょうどかぼちゃとか、まあ色自体がねオレンジ系なので、みかんとかでもいいですよね。みかんだったら、今私はかぼちゃと思ってかぼちゃに見立ててこうね緑入れてるんですけど、葉っぱのようにね、ここをこう緑で編んで入れ込んで、みかんみたいにも作れますよね。こんな感じでいろいろこう工夫して編もうかなと思っています。もう少しねこれを編んでいきたいと思います。ある程度の長さまで編んできました。最初ね、幅が26センチくらいって思ってたんですけど、なんかあんまりね、あまりこう長いかなと思ってこのくらいでやめました。長さがだいたい 20.5、 21センチぐらいですね。21センチぐらいありますね。それでこれは閉じるんですけど、これはこれは偶数段でやめてるんですよね。偶数段でやめて、私もねあまりこういうの編んだことないもんだから、閉じるときねどんな風にしたらいいかなと思って、中表っていうか編み始めの糸が内側に来るようにして、こう閉じたらうまくこう畝がね、畝の塩梅が良かったので、ちょっとこんな感じで最初で試しにちょっと閉じたんですけど、あ、ごめんなさい、編み終わりが向こうにあるんですけど、半分に折って手前からこんな感じで針をこう一目刺して編み終わりの目をくぐらせて一回こう引き抜きました。そしてまた同じところに針を入れて細編みした感じ、一目一目こんな感じで細編みしていきます。閉じるときは向こうはもう半分じゃなくてもう2つ一緒に針を入れます。1目ずつ針を入れて入れていきますね。ここを閉じてきました。こんな感じですね。でこの輪の状態にしたら両端をねこう中にこう両端を入れ込んで絞って綿を詰めるんですけどね、今からこう綿を詰める前に絞めるところのこう
こをね1センチぐらい下から針でねこうぐし縫いみたいにこうしてこう縮めるように今から針を刺していこうかなと思います。上下し、あの、しぼめるじゃないですか。その時は、あの、上の方にこんな感じでちょっともう作ってるんですけど、コットン糸でね、何目か編んで、こう引き抜きで戻って、こう、かぼちゃの上の頭の部分、こんな感じで頭の部分をね、作ってますので、こうしぼめる時に、あの、これも入れ込んで、外れないように縫おうかと思います。1センチぐらい下でいいと思うんですけどね。こんな感じで針を入れてね、絞ろうかなと思います。上から1センチぐらいのところをね、あのぐし縫いみたいにして一周してきました。それでこれをこう絞るじゃないですか。絞るときにこれをこう中に入れ込む感じ、中に入れ込む感じで、こう絞ってギュッと絞りますよね。力入れて、そして。こんな感じでね、こんな感じで出ますので、絞ってあのこの糸が、緑の糸があの抜けないように、今絞った糸で向こう側の方に糸をやるときに、この糸も一緒に通るような形、抜けないようにこの糸も通して向こう側に針を持っていきますよね。でまたこっちから向こうに通すときも、1、2回この緑の糸もね、緑の芯もこう針で確認して通して向こう側に、で引っ張って取れなかったらね、あとはもう何回かこうね、向こうとこっちを行き来しながら、糸を渡しながら、絞ってるから隙間は開かないと思うんですけど、
何回かねこう往復してしときましょうかね。こんな感じですね。あんまり上手じゃないですけど、こんな感じで出てきましたね。そしたら次は今度はこちらの方を下の上と一緒な感じで1センチくらいの下のところをまたこう糸でね絞るようにしたいと思います。今一周してきましたね。ではこう絞るんですけど、先に綿を入れますよね。どのくらいいるかな。いますね。なんか大きくなってしまった感じ。ちょっと柔らかいかな。もう少し入れますね。綿を入れながらこう絞って、その時にこう絞りますよね。その時にこのこう上になってたね、この端の部分をこう中にね入れ込む形、綿と一緒にこう入れ込んだ形で入れてこう絞りながら、ちょっと一回結びますね。感じでギュッと縛って、もう2回縛るとね、ここが開かないから、あとは形を整えて、やっぱり下の方がねこう不安定、ちょっとね隙間が開く感じだから、針でね少しずつまた絞って少しずつこう糸を渡してね、一周するんですよね。一周してまたこう引っ張るとね、ここが口が開かなくなりますのでね、ギュッて、ちょっと不格好ですけど、あとはねもう綿をこう整えてすればいいかな。結構大きくなりましたね。大きすぎたかな。では適当にこう出して、
こんな感じに出来上がりました。なんかかぼちゃというよりもみかんですね、これは。見てください、大きさが全然違う。こっちじゃね、待ち針もこう刺しにちっちゃいかなと思って、もう少しこの大きさよりこれとこれの中間ぐらいでよかったですね。もう少しね、目数をこう作り目を減らしてすればよかったですね。こんな大きくなるとは思わなかった。まあこれでもね、結構針は刺せますからね、これはこれでよしとしましょうか。ね、みかんですねこれ。かぼちゃのつもりで作ったんだけど、なんか大きさ的にこういかないかな。でもこんな感じでできました。針山をね作りたかったから、試しにもう少しね目数を増やしてね編んだんですけど、これはこれでちょっと大きくなりすぎたかなって感じですね。やってみましょうか。ほんとみかんみたい。幅が10センチぐらいありますね。高さも結構ありますよ。高さもね、高さも 6.5 センチぐらいありますね。結構大きくなりましたね。ちょうどみかんの大きさぐらいですね。こんな感じでかぼちゃを作りました。みかんだったらね、ここに葉っぱをこうつけるといいですね。こんな感じで失敗のようなかぼちゃができました。こんな感じでうね編みでね、このうね編みだったらね、この筋ができますので、この編み方いいと思いますよ。こんな感じでできました。飾りにねするにはこのくらいの小ぶりがいいかな。私はこれに針、待ち針を刺そうかなと思っています。こんな感じでかぼちゃの針山を作りました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。